おいお前自己中やねんっていうやつが一番自己中はいおはようございますライフスキルティーチャーのミスターカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルを紹介してます興味がある方はチャンネル登録ボタンを押してくださいはいえミスターカチは いつでもどこでも自分らしく輝ける社会を作るということで一人一人が自分らしく生きたらいいなってことを願ってますだからみんなに本音で生きようぜ自分らしく生きようぜ自分の軸を持とうぜっていろんなところでメッセージを発信してるんですでそうした時にたまに言われることがあるんです本音で生きたら自分勝手になる 自分らしく生きたら自己中になる自分軸を持ったらわがままになる <laughs> 皆さんどう思いますかはいミスターカチは自分勝手に生きるっていうのと本音で生きるっていうのは全く違うって思ってるんです今日はそれを解説しますはい本音で生きるっていうのはこれです ね「I amOKYou、okay. areOK、okay.」ということで私は OK であなたも OK ですよ私も大事やけどあなたも大切です私には気持ちもあって考えもあって人生もあってそれと同じようにあなたにも気持ちがあって考えがあって人生があるもちろんこのマックス君にもねマックス君にも気持ちがあって考えがあって人生がある。 ね、一人一人自分と同じ対等な存在対等な人間なんだっていうふうに考えているのが本音で生きる人なんですよ自分も相手も大切にするこれが本音で生きる人じゃあ自己中な人はどうなのかというと「I am ok, you are not ok are なんですよ私は OK やけどお前は OK じゃないよ」 私には気持ちもあって考えもあって生きる権利はあるけれどお前にはそんなもんないありゃせん私の思い通りに動きなさいこれが自己中な人そして自分勝手な人なんですよ全然ちゃうでしょ自己中は I amOKYou、okay, は n o t o、okay、k 本音は I amOKYou、okay, は OK なんですよだからねみんなが本音で生きたら 自分も大事にして同じぐらいアイテムを大切にするそういう人がたくさん増えたらこの世の中って平和になりませんか楽しくなりませんかね一人一人が自由に生きてることを足を引っ張ることなく頑張ってね応援するよ自分らしくていいねっていうふうに思えたらいいんちゃいますねちょっと待ってねなのにねなのにねこういう本音で生きてしま生きるとね この自己中な人が、足を引っ張るんですよ避難するんですよ、本音で生きてる人をね、僕、こんなことがありました、ちょっとお茶飲もう、うん、いつやったかな、30、うん、三十やな、あのー、サラリーマン時代で会社を辞めるときに、えー、辞める前にね、アメリカの大学院の留学が決まったんですよ、合格が決まりました。 で、そうなった時に会社辞めるじゃないですか辞めるって言うたら言われたんですよお前なこんな忙しい時に辞めるなんて自己中やねんお前そんな自分のことしか考えてなかったら何をやっても失敗するぞって言われたんですよある先輩にねちょっと夏が夏 <coughs> が夏が先 食べたら詰まってしまってねちょっとあれなんですけどこれってどうなんですか自己中なんですかね僕会社を辞めるっていうのは自己中なんですかねじゃあ逆にですよはいわかりましたこんな時に会社を辞めるなんてありえませんよねだから会社を辞めません続けますって言ってしまったらどうですかそれは You are ok だけど I am not ok になるんですよ あなたは大切。みんなは大切。でも僕は大切じゃない。これはね、建前で生きる人なんですよ。本音で生きる人の逆。建前で生きる人であり、他人軸で生きてる人なんですよ。もしかしたら自分の近くにいる人は幸せになるんかもしれん。一瞬で、ね、瞬間的に。でも自分が 苦しくなってくるんですよ。楽しくなくなってくるんですよ。だって自分を犠牲にしてるんですよ。自分を我慢してるんですよ。苦しくなってくるんですよ。そうすると、結果的に自分は苦しいし、相手の相手も相手にもなんやろ。優しくできなくなってくるんですよね。そうすると、基本的にこの関係っていうのが崩れてくるんですよ。その瞬間的に良かったとしてもね。はい。だから、 だからですよじゃあ本音で生きる人ならどうするのかっていうともちろんその会社を辞めるっていうことで会社に迷惑をかけるってことはちゃんと理解します。で自分が離れるということは自分の担当先を誰かが担当しないといけない負担が大きくなるじゃないですかそれもちゃんと理解しないといけないちゃんと理解した上でだからといって僕はね 自分の夢なんだから留学するのは夢なんだからそれを諦めるってことはないんですよ会社を辞めるっていうのは辞めるんですけれども辞めるまでに1ヶ月あるその1ヶ月間今まで僕がこの仕事をやってきた7年間で得た知識人脈そして情報っていうのをノートに書いてそれを次担当する人に渡すこれなんですよこれしかできないんですよね僕ははいこれが本音で 本音で生きる人ななんかなと思っててもちろん相手は大切でも自分も大切なんだだから自分ができることは一生懸命やるけれども相手が言われた言うことを全部叶えるってことはできませんっていうことなんですよ。<laughs> はいっていうことだと思うんですよ。ねだからこの時に本当に気ぃつけないといけない自分があれやりたいこれやりたいって言った時にそれわがままや自己中やっていう人がいる。でもねそういういに言ってくる人が 一番自己中そんなことがありますその人がわがままなことがありますその人の言うことに振り回されてたら自分らしく生きられないし自分軸で生きられないし本音で生きられないずーっと空気を読んで建て前で生きなければならないだからそこは要注意だと思いますちょっとお茶飲みますね <coughs> これあの風じゃないですよ夏ですよあの ナッツはい。ナッツねこれねあかんわこの YouTube の配信前に食べたら喉に詰まるんですよナッツがはいということであのー、本音で生きることは大事なんだと自分らしく生きることで、えー、と私もみんなも幸せにするからみんなが「I am o k、okay, y o u are o、okay、k になったらいいよねっていうことを僕は提案してるんですじゃあどうやったら本音で生きることができるのかっていうことなんですよねでこれはね山ほどいっぱいあるんですけれども今日は 一番大切なこととをお伝えしたいと思い思ますそれはこれです。これいいですね、パッてみくんの。えー、っとね、えー、まずは自分の心の器を満たすということです。ここをいっぱいにするんですよ、ここの心の器をね。ここをね、いっぱいにするんです、心の器をね。ポン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 ってね、楽しいとか嬉しいとか喜びとか幸せやなっていうことでいっぱいにするんです。じゃあ、いっぱいになったらどう,、ま、どうなりますか これがねこぼれ落ちるでしょこぼれ落ちたのを相手に与えるんですよ。はい。こぼれ落ちた時に相手に与えるんですね。これがね、めっちゃ大事かなと思ってて。で、でね、まず自分が満たしてない状態で、ここはもう青のね、こうスカスカ、もう全然ちょっとしかない状態で、これをね、相手に渡してたら。 この自分に少ししかないね、これをね、相手にエネルギーを渡してたら、自分はね、空っぽになるんですよ。スカスカになるんですよ。そうなると、相手のも奪ってしまうんですよね。相手のも奪ってしまうんですよね。で、お互い奪い合いになってしまって、依存状態なんですよ。これは共依存って言われてるんですけど、それはね、自分も相手も幸せじゃないんですよ。だから、まずは自分の心の器を満たす。自分ファーストでいいんですよ、まずは。 はい、まず自分に余裕を持たせる自分の気分を上げるということ自分をご機嫌にするということ自分が楽しいなと思うこと嬉しいなと思うことをどんどん叶えていくということそうするとね心の器がいっぱいになってこぼれ出るんでそうすると見返りを期待せずに相手に愛を与えれるんですよ優しくできるんですよ思いやりを与えることができるんですよ何の見返りも期待せずにだって帰ってこなくても自分は十分満たされてるんだからねて,そして じゃあそうするともしかしたら相手から返ってくるかもしれない返ってこなくてもいいんですよ。 はい、だからこれまさにいわゆるシャンパンタワーの法則ということでねシャンパンの,あのグラスが、ね、こうピラミッド状に置かれていてすべてのシャンパンのグラスを満たすにはどうしたらいいのかっていうとまずてっぺんの自分の器を満たすことじゃないですか自分の器を満たせればそのシャンパンタワーからこぼれてその下のシャンパングラスに移動していくで最終的にはみんなが満たされるということなんですよそれを自分から満たさずに他のところから満たしていくと自分のシャンパングラスはいつまでたっても満たされないんですよ そういういことですだからまずは自分の心を満たすということ自分の気分を上げるということご機嫌になるということこれ以上に大事なことはないのかなっていうふうに思っております。はい、ということで、えー、今日のテーマは「えー、本音で生きる」っていうのと「えー、自分化」っていうのは っってていううのは全然違うんだよってことです本音で生きるっていうのは「I amOKYou、okay, areOK、okay」で自己中な人は「I amOKYou、okay, are notOK、okay」なんですよこの自己中な人が増えれば増えるほど苦しくなりますで「お前自己中やねん」っていう人が一番この自己中な可能性があるのでそういう人には振り回されないように気をつけましょうじゃあどうやったら本音で生きられるのかっていうのは自分の心の心器を満たすすすとといいいうこといっぱいにするんです、えー、楽しい嬉しい喜びでいっぱいにする そうすると自然にね余裕ができて相手にも優しくできます子供にににももも親家族にも優しくできます自分の心の器が満たされていない状態で子育てやったり家族のためにってなるとどうしても子供にきつく当たってしまったり余裕がなくなって怒ってしまったりそして相手が自分の思い通りにならなかったらいいってなったりするんですよ。 でも心の器がいっぱいになったら相手が自分の思い出にならなくてもそれを尊重できるようになる優しくなれるようになるんですよ子供がどんなことをしても家族がどうであれ上司がどうであれ相手は相手自分は自分って切り離すことができるんですだから自分の心を満たすこれが大事ですよねというお話をさせていただきましたはい少しでもためになったなとかあのーあーちょっと鼻水がいっぱい出ますねはい。 あのためになったなとか、えー、参考になったなとかおカちチ頑張れって思う方は高評価ボタンを押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。今日から平日は毎日 YouTube を上げるって決めました。この いいいねボタンが励みになるんでよろししくお願いします、えー、こんな感じでね、このミスターオカ c h のチャンネルでは、本音で生きるためのライフスキルや行動習慣を紹介しています。よかったらチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。はい、ということで、えー、ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。